M247 サージェントヨークはアメリカ合衆国が開発した自走式対空砲である。サージェントヨークという名称は第一次世界大戦時のアメリカ陸軍の英雄アルビンヨーク軍曹の名前から取られている。M247 は M163 対空自走砲に代わる自走降車機関砲として1970年代後半から開発が開始された。 M163 は M113、装甲兵員輸送車を母体にしているため、軽量で、ペイロードが少なく、捜索レーダーも装備していないなど、能力は限られていた。この時期のアメリカ陸軍は、M1 エイブラムス戦車と M2 ブラッドレー付評、戦闘車の開発も行っており、これらが戦力化されると大幅に、路外走行能力が向上することから、M113 では、 追随が難しくなる恐れがあり、機動力の高い対空自走法が求められた。長期にわたり、開発が続けられたが、システムの信頼性の不備に加え、アメリカ空軍の絶対的な制空能力の前に、高価で複雑な対空兵器の必要性自体が疑問視され、正式化され生産が開始されたものの1985年8月27日に、キャンセルされ、配備にまでは至らなかった。 すでに生産されていた50両はアメリカ空軍の対地攻撃訓練の目標などに使用された。何両かの車両が現在でもアメリカ各地の博物館たで展示されて現存している。M48 パットン抽選車の車体に新開発の全周旋回砲塔を備えたもので2連装の L7040mm 機関砲を装備し、 砲塔上面に捜索レーダーと、下記完成レーダーを装備する。開発会社は、フォードエアロスペースである。ステートマンツ・バイ・ゼネラル、ルイス・ワーグナー、ジュニア、ディバド・ヒリングス、ヒリングス・ビフォー・ザ・サブ・カミット、オン・タクティカル・ウォーフェア・オブ・ザ・セネート・コミッティ、オン・アームド・サービス、9 8八スコングレスセカンド・セッション、1984。ありがとうございます。